ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はテナーサックス奏者をご紹介します。今日のテナーサックス奏者、ズート・シムズという人です。ズート・シムズは西海岸カリフォルニアで生まれました。そして1925年生まれ、当時はですね、1940年代どのプレイヤーにも言えるんですが、大きな楽団に所属してるんですね。他の有名なプレイヤー、後にモダンジャズ期で、自分のコンボを組んで有名になっていった人たちも最初は大きな楽団にいました。今日のズートシムズは、例えばベニー・グッドマンのところにいました。それから特に有名なのはウディ・ハーマンというバンドリーダー、ウディ・ハーマンのフォー・ブラザーズという、管楽器奏者4人の精鋭がいるフォー・ブラザーズと通称言われている、その一人が今日のズート・シムズだったわけですね。そしてスタン・ケントン楽団にまた移ります。こういったこの経緯を見ていくと、やはりクールなんですね。ウディ・ハーマンはクールなビッグバンドでした。ですので彼のテナーもクールな音色、クールなスタイルなんですね。ですけども、40年代はそういうふうにソロプレイヤーというのがなかったものですから、その自分のパートはその回ってきたらそういうふうに発揮できるけど、やはりプレイは自分がリーダーとしてやっていきたいと思うんですよね。それは、東海岸でも言えますし、そしてだんだんスタイルの変遷があって、自分のスモールコンボを組んでやっていくと、そういう流れになっていくと思います。そして今日のズートシムズはですね、1950年代に入って、いろんな人とやるんですが、大きなのは、アル・コーンという似通ったスタイルのですね、同じ西海岸のサックス奏者、テナーサックス、ツーテナーで、当時やってました。ですけどもですね、そのズートシムズのレコード、私なんかにするとですね、ズートシムズの代表するレコードはどれなのかと、聞かれるとですね、スッと出てこないんですね。ズートシムズはたくさん録音してます。ですけれども、意外と彼は早く亡くなります。1985年に59歳で亡くなります。最後の10年ぐらい、1975年ぐらいからはですね、バーブで有名なノーマン・グランツ、ノーマン・グランツが後にパブロというレコードレベルを立ち上げるんですが、そのパブロから、結構他の人とのセッション、自分のリーダーアルバム、パブロから出てるんですね。最後の10年ぐらいですね。そして絶頂期と言われる50年代から60年代を見渡した時にですね、彼はどれが一番なのかなと、未だに答えが出てこない。そこで私が思うのはですね、リーダーアルバムではなくてですね、彼の場合はですね、何と言いましょうか、ヨーロッパ、パリでのセッションがあるんですね。これが素晴らしい。それから他の
人たちとのまたヨーロッパに入ってやるセッションとかですね、あとは、まあ、ヨーロッパでの、まあ、繰り返しになりますけどロニー・スコッツでのイギリスでのライブとかですね、そういったのが、強烈にですねその音とかですねプレイが非常に、魅力的なんですね、引きつける。はい。そして今日お送りするレコードもですねそんなレコードなんですね。もちろんずっとシムズといえばアルコンとこのツーテナーでやってましたね。はい。ですけども彼のテナーサックスだけを聞きたい、同じテナーは聞きたくない、他の人もですね、まあ、他の楽器があってもいいんですけれども、例えばブルーノートのユタヒップとのレコードがありましたよね。そこでずっとシムズが入っています。これも素晴らしいですよね。そして変わったところでいきますと、ジャンルが違ったローラ・ニーロンですね、まあ、ローラ・ニーロといえば60年代後半から90年代まで、主に、まあ、ソウルとかゴスペルとかそんな感じで人にですね曲を提供したりとか、自分自身ももちろん歌っている素晴らしい唯一無二のシンガー&ソングライターなんですけれども、まあ、キャロール・キングのようなローラ・ニーロのセカンドアルバムで Eli and the 13th Confession という、 Eli と13番目の懺悔という、 もう名盤があるんですね。もう素晴らしいレコードなんですね。詩とかあとドラッグとかあとパッションとかですね、そういったものをテーマにしたレコードがあるんですね。その中にロンリーウィメンっていう曲を彼女歌ってるんですね。オーネット・コールマンのロンリーウィメンとは関係ないですよ。ロンリーウィメンという曲を歌ってます。その中でですねテナーサックスをずっとシムズがバックで吹いてるんですね。これがまた素晴らしい、そのアルバムの中では一番ジャジーな曲になってるんですが、こういった感じですね。彼はですねそういった、なんか他の人のレコードとかですねそういったところにキラリと光るプレイがですねあります。長くなりました。そして今日はですね、このレコードになるんですが、その前に先ほどのパリでの録音というとこのずっとシムズ、アンリ・ルノンという、フランスのピアニストですねとやった、有名なこのデュクレテ・トムソンという、レーベルから出ている、このレコードは最高にいいです。はい、この中の、特にイブニング・イン・パリスというクインシー・ジョーンズが作った曲があるんですね。これが最高にいいです。はい。そして今日お届けするズートはこれですね。これは彼のリーダーではないんですね。ここにあります、ポール・ダニエルというトランペッターなんですね。ポール・ダニエルズ・セプテットとなってます。ポール・ダニエルがセプテットなので7人を、従えて、演奏している、まあ、10インチ版なので曲目は A 面 B 面2曲ずつなんですね。他の7人はやはり西海岸なので、このホール・ダニエルという人もわからないですよね。この人は、やはり西海岸で特徴の
モーションピクチャー、いわゆる映画音楽ですね。映画音楽で、まあ、活躍している人たちなんですね。他の人もそうなんですね。映画産業なので、ハリウッドがあるので、つまり、スタジオミュージシャンなんですね。その中に、テナーサックスでずっとシムスが入っています。他に、有名どころでいくと、ボブ・ゴードンというバリトンサックス奏者がいます。ボブ・ゴードン。交通事故で27歳で亡くなってしまったんですね。これは1955年の2月の録音なんですが、その半年後にですね、ボブ・ゴードンは交通事故で、自動車事故で亡くなってしまいます。はい。1955年の録音。もうクールで素晴らしいですよ。はい。そして、今日、ここからはですね、A 面2曲は、2曲はスタンダードだってて、B 面は、このフォール・ダニエルが作った曲が演奏されています。今日は、スタンダード、A 面1曲目、The Way You Look Tonight、今宵の君はという、有名なスタンダードですね。これをお聞かせしたいと思います。すごくいいですよ。はい。隠れた名盤です。では、お聴きください。ジャズはいいよ。